富士宇津木属は富士宇津木科の植物の属である。花が美しいので園芸用に栽培され、俗名からブッドレアと呼ばれることが多い。世界に約100種あり、ほとんどは常緑、または落葉性の低木だが、一部に高さ30メートルに及ぶ高木や草本もある。ヨーロッパ・オーストラリアを除く温帯、熱帯に分布する。多くは方向があり、 また蜜が多いのでよく蝶が、急蜜に訪れる。サポニンを多く含むので有毒とも言う。葉は、長さ1から3 0トルで細長く、ほとんどは耐性。花は、長さ1センチメートルほどの筒状で、花びらの先が4列し、長さ10から5 0トルの蜜が円錐花状なす。花の色は種類により白、桃色、赤、紫、大色。 黄色などいろいろある。果実は、果てで、多数の種子を含む。日本には、フジウツギビージャポニカとウラジロフジウツギビーカーブフローラが自生する。フジウツギの名は、果樹の様子や色がフジに似ていることから。数種が園芸用に栽培されており、特によく栽培されるのが、フサフジウツギビーディビディである。これは極端に寒い地域を除いて栽培しやすく、野生化することも多い。 フサフジウツギは中国原産とされるが、秩父で野生状態で発見されたため、秩父フジウツギの別名が付いている。その他、オレンジ色のビーグリボーサや、ライラック色のビーアルターナフォリア、また、ビーエックスウェイリアナなどの交雑種が栽培される。沖縄県では、中国原産の東フジウツギビーリンドラヤーナがよく栽培されている。俗学名は、イギリスの宣教師、 植物学者、バドル・アダン・バドルにちなむ。正しくは、バッドリアになりそうだが、リンネが、バデルジャと書いたため、これが正式名として定着した。ブッドレアは、花木の中では、未生からの栽培が最も簡単なものの一つである。春巻きで翌年から開花することが多い。ただ、木元としては、比較的短命で、数年で枯れることもある。種が入手しやすいのは、 d d b d の空色系と青、白、ピンクなどが混ざったもの、それに B グリボーサである。種巻きは4月頃に行う。種はかなり細かいが、1袋にかなりの量が入っているので、苗床などの巻き、複度はせずにそっと手のひらで押さえ、細めの上路で丁寧に水やりをするようにする。発芽までに10日から半月くらいかかる。混み合ったところは間引き、本場が出てきたら一度かり上し、 1>, 1メートルくらいの間隔に定食する。春から秋まで日向、または半日陰になる、水はけの良いところを好む。移植をする際は、ゲ根が土と離れやすいので、注意が必要である。挿し木も容易である。バデルジャグリーボーサバデルジャアルターナフォリアバデルジャマリバイフォーリア。ありがとうございます。